わ、ついた。ここはどこ？福浦港。なんか暑いね。4月後半とは思えない堤防に来ました。全然わからないわけのわからない。あぶね、足元が。炭見つけちまった。これ炭じゃない。あ、これも炭だ。足が知ってる。どういうことだ。意味不明。アオリイカ釣れるんですか。そうです。ああ、そうすげえ。釣れました。釣れました。あ、マジですか。はい、そういうわけでして、今ね、真鶴の方に来ました。今磯場ですね。今5キロぐらいの荷物いろいろね担いで磯場を今3、400メーターぐらい下って、来たんですけど、にしても結構タフな、場所で危険も伴うんで、そこは用心してやっていきたいと思います。まあ、野宿なんでね、あまり焦らずゆっくりやっていきたいと思います。ちなみにさっき4キロクラスのねバケモンのアオリイカ釣ってる人が堤防で、いてね、結構もう楽しみなんですけどね、そんないいやばいやつ釣れたら嬉しいですよね。投げ釣り用のタックルとね、普段使ってるバス用のタックルで、そっちへ襟でやって、投げ釣りの方は重りとワイヤーリーダー組んで、ウツボとかいるんで、やっぱ根に潜られたり歯で切られるのを防ぐためにね、いろいろ試行錯誤してやっていきたいなと思うんですけど、20号の六角重り、これですね、これ25の六角重りと、まあ、サルカンを通していくと、普段投げ釣りは最近やってなくて、やっぱりバスのあのアグレッシブさがね、ルアーで釣る、こう自分の足で稼いで頭使っていろんなルアーをねテンポよく、使い分けて釣るっていう釣りがあまりにもこう自分の中でハマってしまって、最近投げ釣りやれてなかったんですけど、やっぱり投げ釣りは投げ釣りの楽しさがあるというか、普段ねあまり釣れない魚をねこうやって釣るときには投げ釣りなんかも最高に楽しいですよね。鯉釣りなんかだと、まあ私の釣り場だと鯉釣りが一般的っていうか、まあやれる釣りなんですけど、鯉はねちょっとバスやってても釣れちゃうんで、あんま面白くない。もう友達、もう投げてんの？もう投げてんの？さすがっす。サバの切り身。あ、当たった？サバの切り身を餌に仕掛けを投げていきます。うお、目の前は海。行くよ。おら、深そうだな。あ、けどそうでもない。結構浅いやん。2メーターぐらいかな。雨降ってきたね。ちょっと良くない。はい、こんな感じでほとんど見えないと思うけど、今ね、ケミホタル2つ見えるかな。竿の穂先にライトをつけて、もし魚が来たらこれがブルブルとね振動するんで、それがヒットの合図なんで、そしたらあげたいと思います。
使う駅はこれ、ダイソー駅ですね。キャストして、めっちゃホールでとりあえずボトムまで着底させる。でその後に煽りを入れていくと、煽りというかしゃくりですね。おはようございます。朝です。私はというと雨が降り撤退し、車内で寝てました。友人は途中に起きて釣りにまた出かけると、彼は寒すぎて息が貧弱なので、寝てました。行きます。飛ぶ、めっちゃ飛ぶ。あ、なんか食ってる、多分食ってる食ってる食ってる。部屋もう当たった。よし行くよ。あ、鼻がついてない。なんだろう。あー、ついてねー。当たったよ。これなんかいるわ。この透明度の高さ。来てる。うわー、お前来てる。よっしゃ、なんか来てる。サゴ？え、なんか、うっ、カサゴだ。カサゴ釣れた。やば、カサゴ釣れた。すげえ、カサゴだよなこれ。やば、え、こんな早々にカサゴ。やべえ、釣れた。カサゴ、カサゴ、カサゴだ。やば、嬉しいんだけど。カサゴだよね。カサゴだよ。いやー、嬉しい。速攻できてたね。もうめっちゃ手前まで寄ってた。嬉しい。カサゴは初めてかな、多分。記憶にある限り釣ったのは。うわ、危ない危ない危ない。これ気持ち良くないかも。この胸びれと、胸びれのこの、このトゲ。背びれにあるんですけど、結構なんか神経痛いね。毒持ちらしいんで、まあ痛そうっすよねこれ。普通に見た感じで。はい、ゲット。はい、トウ。めっちゃイカいるんだよね。早くサイトのイカは釣ったこともないし、ああやって最後のイカは釣ったこともないし、そもそもイカ自体ね、まだ2匹しか釣ったことないんで、何で狙えばいいかわかんないんだけど、とりあえず小さめので、何かすらわからないっていう。だから昨日アオリイカの 4kg ですよ。ほんとびっくりするほどでかかったですよ。こんなん釣れてたんで。
で今右側この船着き場の右側にベイトをほら見て見て見て、すごい握るんだけど、すごい数、なんだろうこれ、何の稚魚なのかわかんないけど、小魚がうじゃうじゃいて、それを不意にイカも来てるんじゃないかなとは思います。やばすぎる、群れが。ああ今めっちゃ追ってきた。はい、そういうわけでして今回は真鶴の方に行ってきました。友人に誘われてね、アオリイカを釣りに行ったんですけど、ついでに投げ竿とかも持って行って、まあいろいろな釣りをしました。アオリイカはね、野猿釣り、アジをこう泳がせて釣る釣法で、地元の方が 4000g って言ってましたね。4キロクラスの本当化け物サイズのね、アオリイカを釣っていて、で私たちはエギでやったんですけど、反応いまいちで、でしかも車中泊でこう寝てたんで体も痛くて、翌朝はね、カサゴ釣りというか、まあ、投げ釣りでウツボとか狙おうっていう感じでやったんですけど、いまいちな感じでした。ちょっと短時間長考だったんであまり釣りもできなかったんですが、かんばしくなかったという。海釣りはやっぱり難しいですね。私は普段バスとか、淡水の釣りが多いので、海釣りはこう釣れる魚は多いんでしょうけど、なかなか思ったような結果が出せずに終わってしまいました。まあ、楽しかったんでね、今後ねまた海釣りの方も挑戦してやっていきたいなと思います。それではね、またよろしくお願いします。